スカイテリアスカイテリアとは、イギリスのスコットランドのスカイ島原さんのテリア犬種の一種で、ある。スコットランド版の中堅八チである、グレイフライヤーズボビーもこの犬種である。魔女と魔法の島として、有名なスカイ島原さんであるが、追い立ちは、よくわかっていない。穴熊やのウサギを捕らえる、地中猟犬として使われていた。それが後に、特徴のある容姿のため、 ショードッ毒として好まれ、イギリス国内に知られるようになる。また、この犬種をさらに著名なものにしたものは、グレイフライヤーズ・ボビーという犬である。この犬は、主人の死後、14年間もの間ずっと主人の墓盛りを続け、いくら追い払われても戻ってきて離れない中堅として知られている。彼の死後、スカイテリアの人気が加熱し、八百七十年代は、これの編集である。 クライズ・デール・テリアも作出されたが、スカイイッシュは人気を保ち続け、最終的には、打ち勝ってクライズ・デール・ダネは絶滅した。硬いロングコートが印象的な剣手である。この美しい紐は、ヨークシャー・テリアの作出の際にも取り入れられて、お墨付きである。毛色は、スチールブルー、ブルー、ブラック、シルバーなど。耳は立ち耳と垂れ耳の2タイプがあり、オア・サーベル型のタレオである。 耳、おも、長い飾り毛で覆われている。目もロングコートで被ってほとんど見えないが、目の周辺をカットすることもある。マズルは、中くらいの長さで、胴長短足。体高はオス26センチメートル前後、メス24センチメートル前後で、体重は8.5から10.5キログラムの小型犬。性格は、少々頑固で警戒心が強いが、心を許すと、友好的で陽気である。 胃腸を痛めやすいため、硬いドッグフードを一気に食べさせると危険である。運動量はそれほど多くないため、都会でも飼育が可能である。スカイテリアは世界的に人気のある犬種であった。しかし、イギリスで2016年に登録された新生子は28匹で、全世界でも3000匹程度しか飼育されておらず、英国原産種でありながら絶滅も危惧される状況となっている。 日本でも珍しい犬種で、年間国内登録は、未登録と一桁台を毎年行ったり来たりしている。愛すべき、英国原産種の犬に、絶滅の危機アフプブニュース、http://www.afpbb.com/.articles/.3122393pid="0& ページイコールに2017年3月24日、閲覧。ありがとうございます。